皆さんこんにちは。テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役の新ゆうきです。さあ始まりました、東京リベンジャーズ YouTube。 今日はいつもとちょっと違った感じなんですけれども、早速まずは自己紹介をしていただきたいと思います。どうぞ。はい、佐野万次郎役の林優です。よろしくお願いします。はい、ドラケンこと竜宮寺健役の福西正也です。よろしくお願いします。そしてこちら。はい、芝八海役の畑中タスクです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ですね、いつもの東京リベンジャーズ YouTube の中でもちょっと一風変わった企画となっておりまして、確かに、はい、まあ、場所もちょっともう目新しい感じがあると思うんですが、皆様はきっと、皆様はね、ここは実は、いつも東京リベンジャーズを撮っている収録のスタジオですね、うん、そうですね、ここで撮らせていただいてるんですけども、まあ、つまりどういうことかって、気になるところだと思うんですが、はい、企画説明しちゃいます。どうぞ。アフレコ現場を撮影されてみた。これすごいね。これはなかなか撮影されてみた。受け身な言葉ですけども、でも結構 YouTube 企画やられてるじゃないですか。やってるやってる。その企画の中でなかったんですか、こういう企画は。なかった。そうですね、制作現場さんにお邪魔してさせてもらったりだとか、あのそれこそイベントのところについてきてもらった中でありましたけど、今日はもうガチの収録をだいぶ一足二足お先に皆様に見せちゃう。そうっすよね。くんし君、はい、緊張してるよね。緊張してます。めっちゃ緊張してるよ。笑顔がさ、もう笑顔がさすんごい軽量してんの。すごい緊張してる。収録撮られるっていうのが本当にないことなんで、そこも緊張あるし。そうだから、何がないって、さっきも同じこと繰り返しになりますけども、ガチの収録現場を撮影されることはまずないし、うん、はい、それが皆様に見ていただくことも少ないし、うん、その時期もだいぶ先の話、うん、アニメ始まる前に、しかもお話もちょっと先のお話の一部をお見せしちゃうという、うん、とんでもない企画となって。え、待って、俺も緊張してきたわ。冷静さ、ごめんなさい。ごめん、いや、俺もなんか今冷静に聞いてみて、これやばいなと思いました。逆に緊張してなかったんですか、さっきまで。そう、さっきまでは、まあ、アフレコを取られるか、まあまあ、でもね、頑張んなきゃ声優だからと思ってたけど、なんかそれ以上の重みがあったわ。まあ、しかもちょっと今回は、あの同じ事務所、ケンプロダクションっていう。そうですね。そうだね。ケンプロ。濃いな。濃いよ。濃いよ。どうしよう、もう本当に。まあこのケンプロの力も合わさって頑張っていきたいと思います。持っていきましょう。じゃあ早速収録の方に行きたいと思います。東京リベンジャーズ YouTube。 お待たせしました。はい、はい、じゃあ竹道さんと八海さんでと、あの1回リハーサルでいきますね。はい、竹道さん262からになります。はい、分かりました。はい、B パート終わりまで1回テストで参ります。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、ちょっと待ってくださいよ。破壊はそんなつもり。俺は黙ってろ。この場に向けて千冬と策は練った。言い訳するつもりはねえ。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。奴と兄弟である時点でその覚悟はしている。俺に策がある。まずはプラン A だ。治癒マイキー君、一旦落ち着いて考えましょう。これでも食べてドラ焼きです。どうぞ。どう、いえ、全然。そうだ、こんな時のために千冬がメモを。プラン B、 気合い。嘘だろ千冬。忘れてた、こいつバカだった。こんなんで八海を止められるわけねえし、このままじゃ抗争になっちまいそうだし、どうしよう。タカちゃん、お世話になりました。どうしよう、また何も帰れねえのか俺は。何言ってんだ、俺は認めねえよ。え、ありがとうございます。いや、よかったです、ありがとうございます。八海さんの276なんですけど、はい、276まだ下ろし、あの落としといてもらって。あ、大丈夫ですか。
はい、で277で顔を上げるみたいな。わかりました。はい、279も277で顔を上げてるんですけど、279いつの間にか顔を下げてるんで、2番隊副隊長芝八海は押さえておいていただいて、本日は持ってであげるみたいな、なんかここのアップダウンが。わかりました。いけるとありがたい感じです。すいません。はい、あ、いや、とんでもないです。よかったですよ。武見さんすごいよかったんで、325のモノローグだけちょっとなんとか叫びすぎちゃったかなと思うので、はい、モノローグの範疇でいければと思います。はい、この場に向けて千冬と策は練った。言い訳するつもりはねえ。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。奴と兄弟である時点でその覚悟はしている。どうしよう、また何も変えれねえのか俺は。ありがとうございます。八海さん276なんですけど、はい。いや、僕の言い方が悪かったんですけど、なんかトーン下げてほしかったんですけど、なんか弱くなっちゃったので。あ、ごめんなさい。なんか人気っぽいのは人気っぽいままで。すいません。そうですよね。はい。やりますか。276から279まで。はい、お願いします。やらせてください。はい。じゃあ部分で参ります。はい。はい、お願いします。はい。言い訳するつもりはねえ。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。奴と兄弟である時点でその覚悟はしている。はい、いいと思います。いただきました。ありがとうございます。八海さんの321のタカちゃんがちょっとなんか可愛くなっちゃったので、はい、そっから竹道さん325までやってください。はい、わかりました。なんかちょっとごめんなさい、僕が叫ばないでほしいって言ったんですけど、なんか焦ってるとか困ってるは入れといてほしい感じです。じゃあ321から325までいきます。はい、はい、お願いします。タカちゃん、お世話になりました。どうしよう、また何も帰れねえのか俺は。はい、いただきました。はい、八海すごい良かったです。ありがとうございます。お待たせしました。はい、テストして本番やりますね。はい、はい、お二人ドラケンさんマイキーさんなんで、255からスタートして、はい、315までやります。はい、315、はい、いつも通り喋ってないところ飛ばしていきますんで、はい、一回まるっとテストしますね。はい、じゃあ255からテストで参ります。はい、はい、お願いします。はい、幹部全員集まったな。入れ。みんなも知ってる通り、この前タケミッチがブラックドラゴンの頭にボコられた。タケミッチがうちの一番隊隊長と知った上での暴挙、つまりこれはブラックドラゴンの宣戦布告だ。飛ばします。281からいきますね。はい、それでいいのか。ちょっと待った。飛ばします。293からいきますね。はい、はい、お願いします。マイキー君、ん、一旦落ち着いて考えましょう。ドラ焼きです。どうぞ。いらねえ。ふざけてんのかてめえ。はい、飛ばしますね。314もいきます。はい、はい、お願いします。はい、どうする、マイキー。二番隊のことだ、三ツ矢が決めろ。はい、はい、こうやっています。はい、ドラケンさん259なんですけど、はい、雰囲気は良いので、なんかやっぱりちょっとみんなに説明してる感じで、もうちょっとみんなにかけたい。はい、はい、で、ドラケンさん本当すいません、はい、282の息はなくていいです。82、あ、はい、わかりました。284のマイキーさんはください。はい、はい、で、マイキーさん300抜けちゃってたので、はい、頑張って入れてください。はい。ではよろしければ参ります。はい、はい、はい、幹部全員集まったな。入れ。みんなも知ってる通り、この前タケミッチがブラックドラゴンの頭にボコられた。タケミッチがうちの一番隊隊長と知った上での暴挙、つまりこれはブラックドラゴンの宣戦布告だ。それでいいのか。マイキー君、ん、一旦落ち着いて考えましょう。これでも食べてドラ焼きです。
どうぞ。いらねえ。邪魔。ざけてんのかとべ。どうするマギ。二番隊のことだ、三ツ矢が決めろ。はい、ありがとうございます。ごめんなさい、ドラケンさんの、はい、ですね、261なんですけど、はい、あのトーンは下がってても構わないんですけど、ここが言いたいみたいな感じが出たいので、はい、なんか着地したい感じです。はい、259から261やってもいいですか。はい、はい、ではでは参ります。みんなも知ってる通り、この前タケミッチがブラックドラゴンの頭にボコられた。タケミッチがうちの一番隊隊長と知った上での暴挙、つまりこれはブラックドラゴンの宣戦布告だ。はい、いただきます。いただきました。はい、いただきます。ということで、お二人いただきました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。聞いて、ほんとこの人褒められまくってるから頑張ってだよ。いやいや、いつか落としてない。俺頑張ってだよ。くそー、ちゃんと喧嘩しないで。しょー、収拾つかなくなるから。ボコボコにされすぎて厳しい。あ、ダメだ。それをきっかけにめっちゃ話してくれるようになったりとかして。うれしい。なんか家族のなんか絆が深まったらめっちゃいい話や。それ以上のトークあるかな。今回の動画が面白かった、シン、これからも頑張れよと思ってくださった方は、チャンネルの登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。リクエストはコメント欄にお願いいたします。ありがとうね。